今回の茂木流掃除講座は、魚焼きグリルの扉がだいぶ汚れてきましたので、その汚れをきれいに落としていこうかなと思っております。最近のグリルの扉はですね、大体簡単に取り外すことができると思うんですよ。ボタンを押すだけで簡単に取り外すことができます。で、そのボタンがここにあるんですよね、ここ。これ両サイドありまして、はい、こっち側にもありますね。このボタンを右と左手でこう押してですね、引っ張り上げると簡単に取れますね。はい、はい、取り外した扉がこちらですけれども、だいぶ汚れていますよね。で、ここにゴムのパッキンがついてますけれども、これも取り外すことができますので取っていきます。はい、ご覧の通りだいぶ茶色になった油汚れ、結構ひどい油汚れがこびりついてますね。まずはもうつけてますけれど、手袋ですね。オキシクリーンを使ってみようかなと思います。ジョイも使います。台所用の洗剤であれば何でもいいと思います。ポリ袋ですね。袋を縛る時のクリップですね。まずは温水器のお湯の温度を60度にしまして、この籠に袋をセットします。セットしてから入れるよりも、そーっと袋に入れて、籠に入れた方が良さそうですね。バケツも使えます。シンクで付け置きする方がいいと思うんですよ。ただ撮影の関係上ですね、このコンロの上でやっていきますので、バケツでお湯を入れていきます。とりあえず4リットル入れてみようかなと思います。なぜ4リットル入れるかと言いますと、ここの目安のところに4リットルに対してキャップ1杯ということで、キャップ1杯は 28g ですね。なので、先にキャップ1杯入れますね。通常のやり方ってお湯を入れてからオキシクリーンを入れるというやり方になるじゃないですか。でも私はですね、こうやって先にこうパラ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 汚れにこうかけた方が効きはいいと思うんですよね。酸素を無駄に使わないためにも、出たそばから汚れに働きかけさせるためにもですね、最初にこうやった方がいいのかなというふうに思ってるんですよね。ではお湯を入れていきます。十分浸かりましたね。こんな感じで酸素がブクブク出てきてますね。はい、ジョイをだいたい目安で 10g ほど入れます。ではこのまま放置します。はい、あれから約1時間経過しました。袋を開けていきます。ピカピカになりましたね。シンクで洗って水気を拭き取ってきました。はい、ご覧の通りきれいにすることができました。ゴムパッキンの方も洗い終えましたので取り付けていきます。ご覧の通り綺麗にすることができました。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。